久保さん初心者のがからくる質問、鉄板。鉄板、初心者からくる質問、鉄板とかにしましょうか、タイトル。これね、あの、まあ、やった人しか分かんないんですけど、あの、やらないと分かんないことしかないんですよ。もう一度言いますね。やらないと分からないことしかないです。ビジネスっていうのは。 だけど、初心者の場合は、やる前から答えを探してるんですよ <laughs>。やる前から答えをね。でも、ビジネスっていうのは、やらない限りこ、あのー、わかんないですよ。マジで。わかんないです <laughs>。だから、まあ、これはね、あのよく出すんですけど、ユニクロの柳社長も一勝九敗みたいに出してて、じゃあ、初心者は、このブログ書いたんですけど、初心者はゼロ勝、ロ勝10敗だよ、みたいな。 だってユニクロの嫌ない社長が一勝9敗なわけじゃないですか。初心者一勝でできますかって話で <laughs>。でも、その10敗から初心者は何を学ぶかなんですよ。で、これでまた2曲がいて、あ、結局稼げないんだってやるのか、そこは学びを得て、で、改善して一勝につなげるのか。まあ、この差ですね。最初から勝てる人なんかいないですよ。まあ、考えてほしいんですけど、考えてほしいんですけど、今日野球をやってね、 今日野球やった人がメジャーリーグで活躍できますか無理に決まってんじゃないですか <laughs>。でもこれや,やった人しかわかんないし、やってみないとその可能性はわかんないじゃないですか。そうですよね。だから本田、ホンダ、さんも、あのー、ホンダ圭佑選手ですかね。なんかその、小学校の時のね、作文がすごく取り上げられて、俺は絶対なんかこうなるんだ、みたいなね、ありましたけど、で、それを実現しましたけど、でも、それやってるからですよね。 そうやってなくてそれを言えないわけですよ、そも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 論として。<laughs> イチロー選手もよくね、人にバカにされてきました、笑われましたって、なんかいろいろ言ってたりとかするんですけど、まあ、いややったからこそバカにされたわけだし、言ったからこそバカにされたわけだし、言わなければ何も始まらないですよね。<laughs> だからすべては、結局のところ、ビジネスをね、あだからね、僕思うんですけど、なんかずっとお客さん対応してて思うことが、 やっぱねビジネスをしようとしてる人が多分いないんですよ。なんか副業で金儲かったらいいなっていうやっぱレベル、それはしょうがないですよね。まあ、僕もそうなんで、僕も最初はあのー、自分がねあのビジネスしていく、ビジネスで稼いで、中長期安定的に稼いでいくぞみたいなイメージは全くなかったです。ブログアフリエイトで、なんかちょっと稼げたらいいなみたいな、100万いいなみたいな、まあ、そんな感じでビジネスとして捉えてないんですよね、そもそも。僕もそうでしたけど。 だから、最初のフックとしては別にそれでもいいんだけど、本気でここに臨むんだったらビジネスとして捉えてやらないとダメですね。だからそのマインドセットで取り組むと、まあ失敗します。うまくいかないです。ビジネスとして捉えてない人は。で、逆に言うと、あのー、ラッキーなことに、えー、儲かっちゃう人もいます。たまには。だけど、僕15年見てるんでわかりますけど、ちゃんとビジネスとして捉えてやってる人しか残ってないですからね。確実に。確実に。 情報詳細儲かる一発や。何人いたことか。<laughs> 何人いるんですかね。もう腐るほど言いますよ。ただ、残り続けられるには、残り続けられる理由があるし、残り続けるための考え方があります。戦略が。で、僕はそれがあるから残ってます。4年間ね。まあ、これからも絶対生き残れる自信しかないですね。あの、久保さんもそうだと思うんですけど、生き残れる自信しかないと思います。確信ですね、もはや。 なぜならばセンターピンが分かってるからです。久保さんも僕もセンターピンが分かってるからです。それは発信する。ただそれだけです。露出していくっていう。もうただそれだけです。で、僕が動画を撮らなくなるっていうことはビジネスを諦めたときですねで。諦めることないんで。<laughs> そもそも <laughs>。で、これがセンターピンでマストなんで。グーグー、YouTube に出社する当たり前じゃないですか,だか。だからサラリーマンだとしたら、そのなんだ 会社に行かなくなったらリストラですよね。うん。会社に行かなくても稼げる方法ありますか会社に行かなくても給料もらえる会社ありますかあるわけないやんっていうねだからそこの。だからネットビジネスだとなんかそれがなんか当てはまらない人が多いんですよね。<laughs> YouTube で集客するのに YouTube に出社せずにどうやって集客するのって話で。別にまあ広告回すんだったら回せばいいんですけどみんなお金ないんで。 毎月予算ね、1日2万とか3万とか1日10万とかね、1日10万の予算だったら300万ですよ、300万の予算ありますかっていう。1日1万だったら30万の予算はあるんですかと。まあ、ほとんど初心者の人、お金ない人は、だってね、給料で二十万、手取り20万だったら1日1万の予算作れないですよ。難しいですよね。<laughs> でも1日1万ぐらいの予算出,出していかないと、コンバージョンわかんないですから。うん。まあいいや。まあ、ということで、センターピンですね。 まとめると、はい言ってらっしゃい